左右対称になってる。これ草のとこちょっと追加したいな。ハサミ作ろう。よいしょ。よ、ガリターでしたっけ？ガリター違う。ごめん、違うんだ、ごめん、ちょっと待って、メガロさん、座らせて、間違えた。ちょっと、名前を覚えるがよい。ちょっと、ごめん、ガリタ、ごめんって。ちょっと、もう、殺してしまえ。ちょっと、いや、ちょっと。やだ。よいしょ。ちょっと待って、よいしょじゃない。よしよし。それでメガロさん、はい、まあちょっと前回の撮影から日が空きましたよね。そうですね、まあって感じで、はい、その日が空いてる間に、まあ僕はですね、このワールドに入り、その前回ね、木材不足が結構問題になったので、なるほど、私はここら辺一辺のね、木材をかき集めまして。本当ですか？はい、見てください、これが僕の建築魂です。いますよ、はい。どやどうでしょうか？いつやってたんですか？ですね、全くこっちに連絡来てないんですけど、これは本当にもう驚かしたくて。俺もちゃんと仕事やってんだぞと。はい、で、ここでリスナーさんにはですね、この僕の約1時間の頑張りを10秒にしてまとめた動画がありますので、そちらをご覧ください。これはすごい。もうこれで今回作っちゃいましょう。はい、了解です。はい。で、はい、考えたんですけど、はいはいはい、これ右と左で部屋分かれてるじゃないですか。そうですね。もうちょっとこの真ん中で分けて、右と左どんだけ建築センス高いかっていうのをね。もうこっからですか？はい、もうちょっとリスナーさんに決めてもらおうかなと。なるほど、はい、なのでですね、はい、いいですか？もうやっちゃうんですか？やっちゃダメですか？何もまだ頭の中に思い浮かんでない。あ、やっちゃいましょう。なんちゅう。それでは右がラブで左がメガルさんです。はい、はい、制限時間はまあ大体30分っていうところで、はい、了解、はい、それでは始めましょう。とりあえずもう骨組みは両方ともできてるんで。はいはいはい。あ、ガラスとかってあるんですか？あ、ありますよ。57個ですが。まあでもそんぐらいあれば。はい。ちょっと普段使わない木材とかを使っていこうかな。もう内装とかも決まりますよ、これ。なるほど。どうしようかな。どうしようかな。まあでも外見から変わりすぎたらあれじゃないですか？もう左右、もうそこはちょっとバラバラになるぐらいの勢いで。勢いで。なるほど。
はい、ちょっとそっちの方が個性出るかなと。よいしょ。そうだな。いやー、どうだろうな、どうだろうな。よいしょ。結構これ狭いんですよね。狭いですね。なので本当に工夫が必要ですよ。まあ十分な大きさなんですけど、はい、まあこの中で本当に決めなきゃいけないんで。ですね。よいしょ。どうしようかな。あ、これ真ん中難しい。難しいですね。よいしょ。いやでも負けたくないな。建築では負けたくないですよ。勝てないな。絶対勝てないな。よいしょ。性格が出てますね、ここから。あ、もう変わってますか。もうまず使ってる木材が違いますね。あー、もう色から色が違いますね。どうしようかな。屋根は共通でいきますか。あー、まあそこは共通にしないとなんかすごいバラバラな。あ、どうしよう。そういえば、あー、ゾンさんこんにちは。そうそうそう。今木材持ってんだから。本当に。いやよいしょ。いやちょっと多いですよ、ドンキ。よいしょ。こちら。よいしょ。ゾンさん。わあ、ほんとゾンビがいっぱい来るな。まだ来ないで、まだ来ないで、ほんと。やだ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 。建築してます。できないんですよ、ゾンビがたくさん来て。よいしょ。なんか前より枠量が増えたというか、なんというか。そうなんですよね、ほんとに多い。あ、どうしよう、カーペット欲しいな。カーペット、カーペットが欲しすぎてやばいですね。どうしよう、ちょっと黄昏なので普段のバニラな状態の家じゃなくて黄昏っぽい家を僕は作ろうかなと、そういうテーマで頑張っていきます。はいはいはい。対するメガルさんは。いや、もうそんなん気にしないですよ、俺は。まずもう作るのすら必死なんで。うわ、全く進んでない、やばい。やばいやばい。どうしようかな。あ、ベッドの位置もこれ。あ、そうだ、結構きますよ。最初から決めるためにちょっともう一個取っとこうかな。ちょっとこれ俺ちょっとどうしようかな。あー、やばい、狭っ。狭いなこれ。わ、材料はいっぱいあるんだけどな。まあ確かにそんなに必要ないぐらい。ここはかっこいいのを、はいはいはい、作っておきたい。よいしょ。この中でかっこいいの決めれたらもうそれはもう俺は今後一生マイクラ実況でラブさんに建築は勝てないかな。言いましたね。それは今後何年も続きますよ。よいしょ。トラップドア、あ、作れた。何個ぐらいあったらいいかな。なんかチェストまでが地味に遠いから。行き来がなんか。よいしょ。んで、こうかな。
よいしょ。うわ、材料。そういえばハサミってもうなくなったんですか？あ、ハサミあるんじゃないですか？あ、僕持ってますね。あ、ちょっと借りていいですか？はい、お渡しします。よいしょ、ありがとうございます。はい、お、ちょうどトラップチェス、トラップチェスじゃないなよいしょ、トラップドア足りた。よいしょ、おー、いい感じおっと、これはちょっといいですよ。あー、どうしようかな。ちょっとこれ外から見たらどんな感じなんだろう。あ、あ、でもいい感じ。オシャンティ。オシャンティ。どうしようかな。何か黄昏ならではの植物って言えば。どうしよう、悩む、すごい悩む。よいしょ、よいしょ、ガラスでしょ、こっちもガラスでいいのかな。あー、悩む、すごい悩むな。これは本当に僕たちじゃなくてリスナーさんのコメントで決めてもらいます。なるほど。どうします、この次の動画で決まるぐらい、はい、そうですね、っていうことですよね。はい、はいはいはい、負けたら罰ゲームとかつけますか？おおお、何かやりますか？はい、まあそこはどうしますか、後々決める感じで。後々決めましょうか。はいはいはい、いや楽しみだなわ、変だな。とりあえず、はい、ちょっと今のうちに前回の反省というか、なんというかなんですけど、はい、ラブさんの方でのいろんなコメントを見させてもらったんですけど、はいはい、前回言ったオーロラブロッキー、はい、とかキノコとか、はい、あっこら辺は今後、はい、ね、ダンジョン化するみたいで。おお、まだね、なんかそのダンジョン化されてない結果、まだもぬけの殻というか。あ、なるほどなるほど。なんというかみたいなコメントが結構来てたんで、今後期待できるんじゃないかな。なるほどですね。それは行くということですね、僕たちは。でももうすでに、はい、その2箇所傷跡残してるまあ確かにもうダンジョンになってから行きたくはないですね、どちらとも、どこかの塔の一つが壊れている状態に行こうとは。まあそれはまた今後行くか行かないかは、はい、って感じでですね。そうだった、壊しちゃったんだったで